はい。はい。ということでね、うん、まあ、新企画になりましたね。そうですね。結果的に。まあ、今回限りですけどね。今回限りなんですか、うん、次はもう、はい、結果発表の時もう一回する。ああ、そっか。と、来年2017年の頭にもう一回また、みたいな。年またぎ、年明けの時にまた。にやるのみの。うん、限定コーナー、年またぎの時と年明けですね。まあ、あそうですね、答え合わせの時と、はいはい、要は最初とっていう。あ、うん、そうなんですか。そう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 。今知りました。そうですそうです。あ、そうなんですね。はい、はい、まあまあじゃあそういうね、うん、まあ五輪、そうですね。僕は五輪ジャー、五輪ジャーを推したいのまあ予言というかね、はい、そうですね、ことですよね。はい。僕はもうちょっとあの真面目な方やろうかなと思ってて、うん、お全然全然。まあね、うん、僕も同じだから企画ですね。はいはいはい、はい、じゃあタイトル、はい、お願いします。オカルトゥーザーフューチャー。はい、ちょっとカッコつけとるやん。何やオカルトゥーザーフューチャーって。知らねえよ、知らねえ。それシティ派。オカルトゥーザーフューチャーでしょ。なんすかそれ。いや、そう、その通りですよ。オカルトの未来ですよね。あ、オカルトの未来。いやいや違うでしょ、未来を占うでしょ。あ、まあそうです。オカルト関係ないです。はい、オカルト関係ないです。どうぞどうぞ。まあ過去にも僕確かだいぶ前ですけど、うんうん、はいはい、予言の話ってこの番組内でも何回かしてると思う。まあ、予言者っていうのは何回かやりましたよ ね、 ね、テーマに挙げて、なんだっけ、おのこ漕手もやったっけ。あ、おのこ漕手は確か、ね、予言書とか予言のカテゴリーだったら僕一番最初にやったと思うんですよ。予言だとしておのこ漕手やって、うん、はい、やりました。で、僕がバババンガ、バババンガやりましたね。なのかな、うん、で最強の予言者、そうそう、最強の予言者って、うん、ブルガリアのね、うん、魔女って言われてるっていう話なんですけども、うん、今回、うん、そのバババンガ、おろ、なんすか、うちのバババンガがですね、うちのって、また、うん、2016年に起こりうる、うん、まあ、って言われてる予言を残してくれていて、うん、いたわけですよね。それあなたの予言じゃなくてバババンガの予言ですか。まあでもうちのバババンガですから。うちのバババンガってなんで。うちの組のバババンガですから。仕事プロダクションの。はい。私のまあ、うん、こっち側のいる人ですから。それはもう仕事プロダクションのアイドル裏ですげえやんちゃだからな。楽屋でマジやめてほしいわ。だいたいそうだね。枕で営業取ってる。仕事ってきてやれよちゃんと。仕事プロダクション。うちはもう自分で撮る趣味だから。弊社のバババンガが。そう、弊社の。なんすか。うん、我が社のバババンガがですね、うん。バババンガが。過去に話したのは、うん、確か古代ウイルスが、あ、まあね、はいはい、ちょっと見つかって、それが蔓延し、天然痘とかいう。あ、そう、天然痘です。天然痘、古代ウイルスの、まあ、天然痘が。アワビみたいなやつでしたよね。そうそうそう。ね、うん、まあ、見つかって、うん、とか、まあ、実際見つかったんですけど、うん、それ何年の予言でしたっけ。15年の話ですかね。去年の話。去年の話。外しとるやないかい。外しとるやないかい。それが外れかどうか分かんないですからね。あ、復活っていうだけで、はいはい、はい、まだその要はこれからかもしれないんですよね。その予言と僕が勝手につなげただけなので、うん、そうなんですか。この予言がこのことを言ってんじゃないかっていう話だったので、うん、だから僕が間違ったのかもしれない、はい、捉え方は、ね。あ、全然全然。ということで、はいはい、まあまあ、バババンガは、新しい予言。バババンガはなんか、うん、まあ新しいっていうか死んでるから新しくはないんだけども、うん、まあ残してたもので、2016年度の、ものが。あ、要は、ブルガリアで開示された予言ですね。そうですね。でも開示されていて、2016年にこういうことが起こるんじゃないかと。はいはい。どうなんすか。あなたはもうね、日本のその、うん、ね、うん、メディアっていうクソ小さいところの話でしたけど、うん、僕はもう世界の話です。はいはいはい。はい。まあちょっとこの、すごいですよ、これ。ちょっと聞いてくださいよ。2016年、うん、ヨーロッパの存在が消えていくっていう。どういうことですか？はい。ヨーロッパなくなる？ヨーロッパ大陸の人口のほとんどを失い、うんうんうん、変わってやってきた発展途上国のものが搾取をする立場になるっていう、予言を残しているんですよ。全然意味、発展途上ってことは、要は発展途上国です、ね。途上国、要は今、うん、さほどその要は有名でない国が、まあそうですね、力を持っていないような国を攻めて席巻しだすってことですか。うん、まあこれからそう来るであろうと。そんなこと来るかい。で、まあ、うん、ここ数年のヨーロッパ事情というか、まあ EU とかっていうのって問題だらけなんですよ。はいはい。例えば、まあ、ギリシャの財政危機とかもそうですし、あ、ギリシャはそうですね、すごい最近で言うと、うん、フランス、あ、テロですよ、
劇場のね、うんうん、同時多発テロとかもありまして、結構その存続の基盤が結構揺らいでいる、はいはいはい、と言ってもまあ過言ではない、まあうん、それってでももう去年の時点でそうだし、うんまあね、結構あのイギリスが EU を脱退を検討してるみたいな話もあるんですよ。イギリスがもう抜けてきたら、うん、他もどんどんこう抜けていくみたいな話は全然あるじゃん、まあありうだまあこのバババンガが言うところの、うん、その存在が消えていくっていうのは、うん、まあヨーロッパ自体のその力が、うん、まあ消えていくというような意味なのかもしれないと。うん、がではなく、うん、そうそう、はいはいはい、その EU としての力、ユーロとかの価値が下がったりとか、うん、下がっていくと、うん。で、じゃあこの発展途上国のものってそうそうどこだ、何なのかっていうところなんだけど、うん、そこは、うん、これがね。あの他の予言があるんですよ、うん、バババンガの2016年、うんはいはいはい、それがイスラム教徒による戦争が始まるって言ってるのがあるんですよ。でイスラム教徒はその、まあ、ヨーロッパの人を相手に化学兵器を使い対抗すると。でイスラム教徒の過激派がヨーロッパ侵攻を行うと、うまあ、っていうことは、うん、いわゆるあのイスラム国、うん、わかるがその発展途上国のものなんじゃないかと、はいはいうんまあ、イスラム教徒のものということで、うんはいはい、だからこのまあ他のね別のその予言と組み合わせて考えると、うんまあ、そのヨーロッパをイスラム国が、うんまあ、テロとか、はいはいまあ、細菌兵器とかっていうことで、うんまあ、その化学兵器で侵略していくっていうことが結構マジであり得るんじゃないかと、うん、でこの予言まだ続きがありまして、うん、イスラム過激派との戦争が終わるのは2043年、うん、結構先です、ね、相当先なんですよ、うん、でイスラム教徒がローマを攻め落とすまで続くだろうっていうふうに言ってるんですよ。20年近く続くんですかそれが、うん、だからもうずっとこれからその、紛争が始まって、うん、まあすごい長いあのエルサレムとかもそうじゃないですか、まあまあ、ずっとあそこ長年ずっとどっちだどっちだってやってるわけじゃない、うんまあ、そんなような流れで、うん、まあずっと対決があってこれでもこの予言による最終的にはイスラム教徒が攻め落とすっていう風になってるから、うん、結果がまあそうそう、うん、ローマを攻め落とすまでって言ってるから、はい、だからイスラム国が今後世界を、まあ、牛耳る国の一つになるんじゃないかっていう可能性まで、ねうんうん、あるっていうことなんですよ、うん、だからまあ2016年、うん、まあ言わなくてもまあね、うん、あのテロとかあるから、うん、今すごいみんな敏感になってると思うんですけど、まあそうですね、もうまさにヨーロッパが攻め立てられる可能性があるので、うんまあ、気をつけた方がいいんじゃないかっていうお話があるんですよ、うんうん、これがまあバババンガの、うん、あのまあヨーロッパに関する予言2016年、はいはいはい、っていうまあねちょっとただヨーロッパの話してても、うん、我々日本関係ないっていう空気があるんですよ、はいはい、まあ対岸の火事的に見てるじゃないですか、うん、皆さん、うん、まああのねだから平和ですから、うん、日本は何も起きないんじゃないかと、うんまあね、ヨーロッパ関係ないんじゃないかっていうふうに考えてる方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、全然そんなことはない。なんでですか。2016年日本なかなかのことが起こる予定がございます。ババそれはバババンガではございません。なんすか新しい予言。もっとむしろ馴染みのある方誰あのお札にもなった方なんですけど聖徳太子、はい、聖徳太子が未来記っていう、ものを残したっていう話がありましてドラえもんみたいですね。まあね、うん、未来記、まあ、未来記って実際に物は残ってないんですよ。現物はないから、うん、まあそんなそもそもねえんじゃねえか。いやそうですよ現物なかったらちょっともっと言うと、うん、聖徳太子自体いねえんじゃねえかって話が最近出てきてるんですけど、だからあれでしょ小学生の教科書に載ってないし、ね、そうそう聖徳太子っていうのはね。ただそれって聖徳太子がいたっていう事実があんまりないっていうようなもので、うん、そう言われてるっていうだけで、うん聖徳太子がやったであろうっていうような証拠が結構いっぱい残ってるんですよ、うんまあ、要はいないってことを証明できるってことはないんだよね、うん、なかなか、まあ、いろんな人の話がごっちゃになってたりとか、そうだからこれ他国が攻め入ってきてた基礎だったからこういうすごいリーダーがいるんだぞっていう意味で作った話とかなんですよね、うんまあ、ハリボテじゃないけどね、うん、そうそう見せかけでっていうのとかもあるんですけども、うん、結構そのいないって意味ではないですよね。そうそう、うん、で
やっぱりその憲法のなんか残してたりとかいろいろやってますから、はいはい、それを全くいないっていうのはなかなか簡易12回、うん、ただ聖徳太子じゃなくても、うん、それにまあ近い人というか、うん、あの名前とかは違うかもしれないけどそれにリーダー的存在がいたんじゃないかと、はいはい、あ素晴らしい、うん、っていう意味で、はい、まあ、あの聖徳太子はいるものだと僕は勝手に仮定して話しますけども、うん、これ聖徳太子ってその、過去に、うん、あのまだ起きていないことを知る力があるっていう風に日本書紀に書かれてるんですよ、うん、要はまあ予言者ですね、うん、そうですよね。ただ予言つってもあの未知なる力とかじゃなくて、うん、すごい洞察力、うん、要はこうこうこうなるこうなってくるから未来はじゃあこうなるんじゃないかみたいな、アインシュタインとかもそうだと思うんですけど、なんかあれらしいですよね、雲の位置で雨降る降らないみたいなのが予測できた人がなんかその時代では超能力者って言われてたのかなとかね、そうそう、うん、まあだから自分なりの理論があってこういう風になるんじゃないかってことをこう理論立ててこうやってた人も予言者っていう風に言われてたから、でまあ、この人はそっちのタイプじゃないかなと思うんですよ。賢いタイプの、うん、あのいろんなね人の話を一気に聞けるとか、うん、いろいろあったじゃないですか、うん、ありました5人ね、そうそう、そういう意味でもまあやっぱ超能力っていうかかなり賢い人だと、はいはい、うん、かもしれない。で、まあ、この人が言うには、うん、まあ、釈迦の没後から2500年後に日本の終末が訪れることになっているっていうふうに、言ってるんですよ、未来、うん、でその、まあ、没後、釈迦の没後っていつなのかっていうと、うん、これが結構いろんな説があるんで何とも言えないんですけど、うん、紀元前483、484、487、500と、まあ、4つぐらいあるって言われてるんですけど、うん、その2500年後、うん、そう、まあそれね、あの引いていくと、うん、まあ、2000年と2013年と2016年と2017年、うん、要はもう2013年まで過ぎてますから、今年来年ってことですよね、今年来年に、うん、なんかあのまあどっちかだよね、うん、だからにその日本が終末が訪れるってことをこうなるんじゃない、うん、言ってるんですよ、日本じゃないけど、はい、うん、でこれ何がじゃあ実際に起こるのかっていう話なんですけど、うんうん、これ結構ね、あのいろいろありまして、うん、一番僕がこれじゃないかなっていうのは、うん、富士山噴火なんですよ。おー、最近噴火してますからね、そうそう、活火山で、活火山の噴火に、まあそうなんですよ、ここ最近すごい増えてて、うん、で、ロンバートっていうあの、アメリカの超能力者がいるんですけど、うん、知ってます知ってます、彼もその噴火、うん、富士山の噴火のことを言ってたり、へえ、うん、富士山を、そうそう、だからそのね、結構他の予言と合わせてみても、うん、あの今年2016年に、うん、富士山の噴火っていうのはちょいちょい出てくるんですよね、うんうん、だからまあこの富士山の噴火によって日本がその、まあ、大地震とかになって、うん、で、まあ、終焉を迎えるみたいな話になっていくんではないかと。ポンペイみたいなことですよね、だから。そうだね、もうまさに。うん。うん、だから、もう、あの、聖徳太子の言ってることもそうだし、はい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 、最近のね、その超能力者も言ってることもそうだし。まあ、リンクしてますね、そこ。うん、で、結構、あの、一番ね、うん、その、ちゃんとしたっていう言い方はあれなんだけども、うん、アメリカのカリフォルニア州の、うん、アレックス ノーデルマンっていう、うん、デジタルマーケティング業やってる人がいて、うん、まあ、要するにそのいろんな情報収集して、うん、そのウェブサイトとかにこう公表してるみたいな人がいるんですよ、うん、でこの人は、まあ、いわゆるライフハックとかオカルトとか、うん、結構何でも多岐にわたってこう、まあ、情報収集する人 で、うん、でその人がそのサイキック要は超能力者、はいはいはい、にいろいろインタビューしたらしいんですよ、うん、でその、インタビューした内容を結構いくつか10個予言してるんですよ、うん、こうなるであろうっていうサイキックがこう言っていたっていうのをまとめたのがあって、うんうんうん、まあ例えばそのアメリカだと、2016年あの大統領選あって、うん、そこでまあヒラリー・クリントンが当選するだろうみたいな話とか、はいはい、結構まあちゃんと普通にありえそうなことを言ってる中で、うん、
日本の北部において巨大な地震が発生し、何千人もの避難者が出るっていう話をしていると。でもそのいわゆる私たちのねイメージだとあの東日本大震災あるじゃないですか。でそれの、東北沖のプレートがもうあの震災当時の状態に戻ってるっていう話もあって、いつだからまたね同じような規模のかもしれないっていうがあの起きてもおかしくないっていうことをこう総合すると、うん、まあ、2016年東北もしくは、うん、北海道とかの方であの大きな地震が起こる、もしくはその、富士山の噴火、それがまあ起因してそっちが地震になるのかは分からないけども、うん、まあ、どっちかが起こって、うん、日本にも結構な大ダメージというか大ダメージがあるんじゃないかっていう話があるんですよ、うんうん、まあ新年早々ね、うん、暗くなるニュースなんですけども、まあ、好きですよね、はい、まあでも暗くなるニュース、はい、まあ結構ね、ここ最近の情勢とかを照らし合わせると、うん、まあ、なくもない話かなと、まあね、うん、だからテロとかいろいろ今気をつけてますけど、うん、やっぱり振り出し戻るじゃないけど、うん、地震に備えるみたいなことを、はいはい、まあ、今年もちゃんとやった方が、うん、もう忘れてますからねみんな、まあね、危機感が、うん、でまあ、一から出直すじゃないですけど、うん、今年やり直した方がいいんじゃないでしょうかっていうお話でございます、はい、ってなるとじゃあ結果、はい、キムさんの予言は、うん、ヨーロッパで何かが起こる、日本で何かが起こるっていう、うんうん、2つ3つあるってことですか。そうですね、だからヨーロッパはヨーロッパで、うん、まあ、壊滅的なこれ全部当たんないと正解じゃないってことですか。1個当たっても外れだし、まあでも1個当たったら、うん、正解にしていいんじゃないですか、こういう場合は。していいんじゃないですかってあなたが言う話じゃないし、あとまあ捉え方次第みたいなところもありますから、じゃあそれ捉え方次第、ね、こういうのって大体、いやまあまあまあ分かりますよ、うん、ナストラダムスもまだ続いてるって話ありますから、うん、本当は99年じゃなかったみたいなね、うん、そうです、うん、ありますあります。なんでまあそこは、うん、あと途中で変わる可能性もありますから、ね、19999の月っつって、うん、世界なくなるって言ってるのにその次の予言もしてるから、そうそう、ね、2000何年ってね、うん、あります。だからやっぱりこっちの解釈が違ったんじゃないかっていう説もあったりしますもん ね、 ね、まあ実際難しいんですよ、うん、解釈がその昔のものですし、うんうん、でも僕の知り合いでね、はい、火山とか、うん、そういうのを研究してる人がいて、研究者がいるんですよ、いるんですよ、知り合いにね、その人も、うん、今年富士山ちょっと危ないと思うって言ってんですよ。あら、その人実は、はい、鹿児島で噴火あったでしょ、はいはいはい、ね、ありましたね、あの噴火当ててんですよ。へえ、うん、何人か当ててるって言ってるよね。あ、そう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 、うん、当てててで日にちは当てられないんですけど月をバッチリ当ててんですよ、うん、へ、うん、その人も2016年末富士山噴火するんちゃうかって言ってたんですよ、会った時にこの前。なるほどね、だからもしかしたらリアリティあるよね。リアリティはありますね、うん、ものすごく。だからね、ヨーロッパはちょっと結構ね、だって2030何年でしょ結果、あ、最終的に、最終的にはね、そうそう、だからちょっと分からないですけど、でも日本で言うと富士山はちょっとありそうですよね、ちょっとね、うんうん、そう、だからドラゴンヘッドみたいな漫画のね、ああいう世界が来るかもしれない。フリーだよ。古くないでしょ。フリーは名作だからいいでしょ別に。川赤塗りにしたやつ出てくるやつ。さやかだか妻夫木くんだかやってたね映画。いや二人とも出てるわ。ね。うん。大ごけしたやつね。若い時の。うん、そう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 。まあだからそうです。そうなるかもしれない、うん。ドラゴンヘッドが来るかもしれないってことですよね。そうですよ。うん、まあいつあり得るちょっと。うん、だからそのね、東北とか、うん、まあ、北部、日本北部で起こる地震と関連付けられるものか分かんないですけど、うん、まあ両方とも気をつけた方がいいんじゃないかっていう、火山噴火してなおかつ、うん、ゴリンジャーもやったらいいんですけどね、まあ、だゴリンジャーはもう不謹慎だってことで、うん、でも2016年に富士山の噴火があると2020年承知できないわけじゃないですか、うん、あ、そうだね、そうだね、うん、しかも東京に近い山梨とかで、ね、本当に中止になると思います。そうそう、富士山が噴火なんてすると、うん、だから、ね、そう、岸本さんが正解すれば多分僕は、うん、不正解ですし、僕が正解すれば要は普段噴火してないからあ、そうかそうか、うん、承知できてるってことだから要は僕の勝ちってことですよね。計らずとも、うん、バーサスになっちゃったわけだね。そうそう、バーサスになってるわけですよ。面白いですね、どっちの予言がじゃあ今年当たるのかっていう話ですね、うん、完全に当たるわゴリンジャーほんまに
日本も当たると思いますもん。なるほどね、うん、まあ、でもそしたらあの、うん、あれだよ、もしかしたら富士山の方が当たっちゃったら、うん、違うレンジャーやらなきゃいけないわけだから、はいはいはい、富士山レンジャーみたいなことになるかもしれないってことでしょ。不謹慎すぎるでしょ。不謹慎すぎる。爆発戦隊。不謹慎すぎる。富士山ジャーになるかもしれない。いや、レッドしかおらんかな。ゴーレッドでしょ。確かに、そうだね。ね、うん。ブルーはいなくなったっつって。悲しいわ、うん。青い富士山もういないっつって。青い富士山もういないっつって。うん、これからレッドがっつって、レッドいっぱいいて。そうそう、赤富士って。その場合、誰が敵で誰が味方なんですか。確かに。レッドが敵でしょ、言うたらば。お互い敵だよね。うん、ね、うん。かなぁ、みたいな。そうだね。ジャパン名。ジャパン名って戦うんですか。そうだね。しいし、それね。まあまあまあ。どうなるか分かんない。どうなるか分かんない。うん、まあだから2016年今後ね、うん、その何が起こるかっていうのは、まあこう、いろいろ。はい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 、予想しながらね1年、うん、楽しいですね、見てみるのもまあ面白いのかなっていうお話ですね、うん、皆さんもね、その2016年何かが起こるかもしれないってちょっと送ってほしいですよね。そうですね、うん、なんか僕ら知らない予言とかいっぱいあると思うんでね、予言しても、まあ、自分の本当に考えたことでもいいです。誰か言ったことじゃなくてもね、なるほどね、こうなるんじゃないですかねみたいな。だまあそのね話ももしかしたら当たったらね、いやそうですよね、うん、我々知ってましたよそれってね、話でいきますから。すごいですねそれはね。そうですね、うん、そんな感じですかね。そんな感じですかね、今回の、はいはい、何でしたっけ、オカルトトゥーザフューチャー。オカルトトゥーザフューチャー、うん、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。